今日のゲストはコラムニストでラジオパーソナリティのジェンスーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。こうなんとなくテーマを決めたんですけども、品とは何かっていうテーマをちょっとお話ししたいなと思って、うん、でもだんだん年を重ねていくにつれて、矜持っていう言葉と品が近くなってきたなっていうのもあるんです、はいはいはい。さあ対談級のコーナーです、こちらの対談級はですね、ゲストの方と一つのテーマについて一緒に考えていただこうというコーナーでございまして、今日のゲストはコラムニストでラジオパーソナリティのジェンスーさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ご無沙汰してます。やっとお呼びすることができまして、嬉しいです。ありがとうございます。一回、はい、もともと生き物係 の、 アルバム の、 特典 DVD みたいなのがありまして、そこで実はインタビュアーをジェンスーさんにやっていただきまして、はい、それがもう1年半ぐらい前ですか。そうですね。寒かったし、寒かっただからもっと前かも、下手したらはいはいはい、秋とか 冬、はい、冬でしたっけね、うん、でそこでお話しさせていただいて、その時にさりげなく広場っていうのやってまして、いつかいらしてくださいって言ったんですけど、はい、それがやっと叶って僕はすごく嬉しいです。ありがとうございます。覚えてました。なんかいつお声かけていただけるかなと思いながら、はい、あ、本当ですか。で今日はですね、最新刊が発売になりまして、ジェンスーさん綺麗になりたい気がしてきた、はい、ビストという雑誌の連載がまとめられたこちらの本が出まして、でジェンスーさんとどのようなお話をしようかっていうのを本読みながら考えていて、はい、でこうなんとなくテーマを決めたんですけども、品とは何かっていうテーマをちょっとお話ししたいなと思って、ジェンスーさんがお聞きになれる文章とかに皆さん共感されたり、もしくはなんかちょっと耳が痛いなと思ったり、そのすごくこうユーモアスに抱えている部分なんだけど、でずっと思ってるのはこの漂う品は何なんだろうってすごく思うんですよ。で文章の中にも、いや私はちょっと下品なこともあってみたいなことが書かれてるんだけど、おっしゃるんだけど、でもなんか品があるのは何なんだろうって、でもこの品っていう言葉って結構危険だったりもして、なんか誰かが決めた、まあなんか健全さであったり、誰かが決めた、まあ、まさに品の形であったりを押し付けられちゃったりするところもあったりして、でもそれを受け止めるだけじゃなくて自分で出していくというか、なんかその品のあり方、品とは何なのかっていうことをちょっとお話ししてみたいなと、はい、すいません、なんか長々と、よろしくお願いします。なんでそんな品があるんですか。品があるかないかで言って、あるって言ってもらえるのは本当に嬉しいです。あ、そうですか。けど品があるかないかで言ったらない方だと思う。まあ品があるかないかっていうか、下品なところは多分にありますね、はい、うんうん、で多分私の中では、はい、それこそ若い頃とか、はい、もっといわゆる今おっしゃってた、はい、決まった形とか、はいはい、マナーとか、はい、そういうことにすごいとらわれていたというか、うんうん、そういうものを敵対視したり、はい、習ってみたりみたいな感じで、はい、そこが軸にあったと思うんですけど、でもだんだん年を重ねていくにつれて、矜持っていう言葉と品が近くなってきたなっていうのはあるんですよ、はいはい、下品なところっていうのをちゃんと自分で見て、うん、でそこに対して自分で受け止めてから品を考えるっていうか、だってほら最近そういうことをよく書いたり喋ったりしてるんですけど、はい、辻褄の合わない欲望だったりとか、はい、世の中の倫理とか道徳から反するような思いだとか、はい、あと誰かを嫉妬したりとか、はい、そういう思いいっぱいあるじゃないですか、はい、あとダブスターだったりとか、はい、でそういうものがない人が品がある人っていうことじゃないですか、世の中的には。そうですね、言われやすい。そうそう、はい、だけどそんなわけないと思ってて、はい、そんな人はどこにもいないし、もしそうだって言ってる人がいたら多分嘘、はい、でその嘘が漏れるんですよ。でその漏れるのがすごく嫌、うん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 、だから自分のその辻褄の甘さとかっていうのを結構路悪的に出して、はい、書いて喋ってっていう作業をしてるんですけど、うん、それを品があると取ってもらえるんだとしたらすごい嬉しいですよね。その路悪的に出してるっておっしゃるんだけど、うん、なぜ他の人と違うように見えるのかがわからないんですよ。その多分路悪的に出されてる方たくさんいると思うし、はい、その
自分が持っている欲望であるとか、うん、なんて言うんだろう、矛盾しているものっていうのをちゃんと表現しようとしている方はたくさんいると思うんですけど、うん、どこかに言葉が正しいか分かんなくて、この言葉自体にちょっとなんか抵抗感があるんですけど、節度というか、はい、とはいえこのラインだとか、うん、あとあのよくまあその文章にも書かれてますけど、誰かからジャッジされることに対してのなんか距離感みたいなものを常に持ってる気がしてて、度悪的なんだけど、じゃあなんかそうだよねそうだよねってこっちが言うとスッて引かれるような気がそうなんです、みこしが来たら逃げるっていうのがもうなんかそのなんて言うんでしょうね、近すぎず遠すぎずなところに常にこうなんかいらっしゃるのが違うのかなって思ったりもするんですけど、うん、でもそれこそ生き物係は品があるないで言ったら品あるチームですよね、はい、本当ですか、ね、品を押し付けられてると思いますけどね、なんか健全さみたいなものを、あなるほどね、はい、世の中からね、はいはい、でも多分それなんですよ、なんか自分では分かんないけど多分いい人たちなんだろうっていうふうに思われるものっていうのが、はい、うん、作品からにじみ出てる、はい、うん、から多分そういう風に取られる、でそれが誤解だったりとか、はい、真髄だったりいろいろあるんだと思うんですけど、うん、やっぱり人が自分に対して持つ印象って本当コントロールできないですよね、あそれはなんかすごい最近思う、でもすごくそれを意識されてません、してますね、なんかその人から見られる自分っていうものがどういうものかっていうことに対して何かいつも行動を起こしてらっしゃるっていうか、そうですね、それこそたまたますれ違いで入れ違いだったんですけど、はい、私エピックにいたので、はいはい、生き物係の所属レーベルです、なんです、はい、だからあの生き物係の所属レーベルのチーム長とかは私が昔一緒に働いてたボスだったりするわけ、はい、だから一人ぐらい挟むと大体ぶつかる、そうそうそう、全部ぶつかる、あの人あの人あの人みたいなっていうことで、うん、レコード会社でやっぱり宣伝をやってたっていうのがかなり大きくて、はいはい、人がどういうふうにどのタイミングでどう見ていくっていうのを結構見てたんですよね、はいはい、本名の私がジェーンスーのアーティスト担当みたいな感じ、うん、宣伝担当、はいはいはい、ところはありますね、今 それこそちょっとお名前の話が出ましたけど、はい、ジェーンスーっていう名前の存在と、うん、本当の素のご自身の存在ってどれぐらい距離があります、はい、分けるようにされてます、自分自身ではそんなに距離なかったんですけど、はい、それこそ他者が持つイメージみたいなことが、はいはい、どんどんなんか自分の想定から外れてきたんで、うん、結果的に乖離してきてます、ね、びっくりするのがだからなんか例えばインスタとかにイエーイとか載るじゃない、はい、載せるじゃないですか、はい、そちらのジャケットどちらのですかみたいな、私にも来るんだと思ってあ、いやそれはそうでしょう、なんか結構それってでもびっくりしません、ね、例えば自分が着てるものとかを、はい、それどこのですかって言われる人とそうじゃない人って世の中分かれると思うじゃないですか、あそうですね、でも聞かれる人たちは例えばモデルさんとか、はいはいはい、俳優さんとか、はい、だけど例えば音楽を作る人だったりとか、はい、執筆をする人とか、はい、そっち側では聞かれないと思ってたんですよ、で聞かれて、まあ、大体 H&M ですとユニクロですとザラですしか返事がなくて本当申し訳ないんですけどってなってくと、うん、あこれちょっともうジェイス船出したなっていう感じはある、それどうですか、楽しいですか、警戒してますすごくなるほど、なんか文章書かれるときに多分期待されてる文章があるんじゃないかなってすごく思うんですよ、うん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 、こういうことにこれを代弁してほしいとか、うん、そことの距離感もすごくなんか保とうとされてる感じがするんですけど、うん、それこそ生き物係だって、はい、じゃあ次この作品で主題歌お願いしますとかなんとかって言われた時に元気な感じでとか前向きな感じでとかまたかよくちゃんみたいな絶対あるでしょ今の私はないけどああですよねみたいのはありますね、どうしてますそれの処理って、それあのですよねって言って受けるの品がないと思うんですよ、うん、それこそ、うん、そうね、そうですよね、期待して、うん、まあ、期待していただくことはすごくありがたいし、うん、まあ、例えばその元気なイメージであるとか何でしょう健全さであるとか爽やかなイメージとかっていうものを期待されてそれに対して応えるっていうことは、ただそれに従順になるってことはやっぱりすごく品がないっていうか良くない意味でのお仕事になってしまう気がするから、なんかそこに何て言うんでしょう対話がないと本当の意味での成功にはならないってなんとなく思うんですよ、なのでちょっとこうあらがうんじゃないんですけど、なんか
人まず一旦止まって考えるってことはするようにしてますけど、そこは同じですね。なんかやっぱり前世ってこんな感じでしょ、はい、だからこんな感じでちょうだいっていうのはあるわけですよね、仕事ってどこでも、でまあ向こうも忙しいから分かるんだけど、はい、でもそこに乗っかるとすり減るのはこっちだし、はい、肩書きとタブみたいなのがどんどん増えちゃったり、はい、ついていっちゃったりして身動き取れなくなるのは自分だし、そこにどういう意図があるのかなみたいなのが気になりますよね、発注者に。何を期待されてるのかなっていうことが果たして私のやりたいこととか伝えたいことと一致してるのかなとか、はいはい、そこをまるっとですよね、こういうのがこういうのですよねってなると品がないと私も思います。なんかやっぱそう聞いていくと、最初におっしゃったその品と矜持っていうものが近い気がするっていう言葉がすごい分かりやすいというか、やっぱり矜持ある人はそんなオッケーオッケーっていかないですもんね。そうそう自分の仕事に対してとか書くものを作るものに対して、あと絶対分かってもらえると思うんですけど、状態っていうのとプロダクツっていうのが私は分けていて、どういうことかっていうと、自分の作りたいものを作っていく、考えていく、喋っていくっていうことが自分の状態、例えば作家なのかコラムニストなのかラジオパーソナリティなのか作っていく、それは人気があるないとかあると思うんですけど、であくまでこれは作ったものがあっての結果としての状態じゃないですか、はい、でも世の中にはその状態の方を、側として憧れたりとか、そういう役割を求めてきたりっていうところもあるので、状態の方に私が例えば重きを置いてしまうと、コラムニストであるとかラジオパーソナリティであるっていうことだけに足を置いてしまうと、多分中が空っぽになって、なそれも品がないんですよ、すごく難しいな。でもそうですよね。いやでもよくわかります。ですよね。おっしゃる通りだと思います。うん、老舗の草履やってて草履作ってなきゃダメじゃんみたいなのあるんですか。はい。草履を作った結果長く続けられて老舗になるとか、草履を一生懸命作った結果たくさんの人に愛されるっていう、その、はい、私たちあくまで草履を作ってるんですよ。なんで私今草履って言い出したのか自分全然わかんないですけど。でもその何かしらの成功であるとか、まあ、成功って言い方が正しいのかな、ある程度何か成し遂げたとか、形が一旦できたっていう人が陥りやすい、そうなんですよ、ところですよね。めっちゃ 穴だらけになってるんですから、わーって普通にこれのまで歩いてたのに、はい、めっちゃ穴だらけになってるっていう、なんかその本質的な実質な部分がスーッとこう溶けていくような、そういう意味で品を保つの本当に難しい、でも、その水野さんと生き物係ってイコールではないですか、完全にイコールじゃないですか、で生き物係っていうものある種のもう後期じゃないですか、パブリックのでだから欲しいものがある人たちに欲しいものを供給するのも草履職人としては仕事としてあるわけじゃないですか、ただそれが自分の矜持と離れることは絶対にダメ、でこの細い道を奥の細い道をこう通っていくわけじゃないですか、でその時に私も気をつけなきゃなと思ってるのが、欲しいものがあるっていうのをスーンとして裏切っていくのはやっぱりそれはそれでまた品がないんですよ、そこにやっぱりちゃんと向き合っていきながらも上積みだけじゃないところっていうのを届くような表現力っていうのは自分が身につけなきゃいけないと思うんですけど、僕その今お話聞いて思ったのは、欲しいものじゃないっていうのは要は逆張り、そうだから、ね、簡単なんですよ、そうだからあの結果的に欲しいものに応えてるのと同じことやってる、そうそう分かる、超分かる、超分かる、だからその緊張感を保つというか、やっぱりそこに一旦立ち止まって考える、対話するというか、そうですね、でもそれを多分 JS さんもずっとやられてて、いやそれこそ今 SNS がこれだけ発達してるから、はい、インフルエンサーであったりとか、はい、言葉が強い人であったりっていうのが、もてはやされやすくて、ね、でこれはもう本当にもろ刃の刃で、その人もこう地獄に落ちていきやすいっていうか、そう期待されることに応えてどんどん過剰になってしまいがちっていうことはいくらでもこうケースがあって、なんなら多分ジェーン・スーさんの今の立場だったらそこに落ちていこうと思えばいくらでも落ちていけちゃう可能性がある、だけどそこでその品を保つとか、ご自身の矜持を保つっていうところで言うと、やっぱそれにずっと何か一瞬こう考える時間を持ってるからそうなるのかな、なんかあのどうもやんなくていいんですよ私、
どうもやらなくて、どうもアリーナツアーもいらなくて、渋子、渋子ってもう今言わないんですよね。もう完全にレコード会社で、そう、レコード会社で、伝わるじゃん。わかる。我らの共通言語どこじゃん、規模感。そう、あの今 CC レモンホールでもないんですよね。なんだっけ、名前も LINE なんとか、LINE なんとか、まあ、なんか元渋子です、はい、渋子が特化になればいいの、私は。あ、なるほどね。ちゃんと渋子を特化にしていくっていうことがすごく大事だと思うんですよ。前にはアックスっていう指標もあったんですよ。そう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 、あの交差点の周りでいろんなことを表現できた。そうそうそう、ね、エッグマンがあって、エッグマンがそうで、アックスがあって、渋子があって、 NHK ホールがあって、そうそう、であと代々木体育館があって、そうそうそう、代々木第二でいいのよ。すいません、これ今音楽業界あるあるでございます。そうそうそう、はい、でもだから渋子が売り切れればいいんですよ、私は。規模感としてはこれはね、絶妙なとこなんですよね。こう、そうなの、ここが一番意外と難しいのよ。ちょっとこの話10分ぐらいしてみましょう。しましょう、しましょう、しましょう。これ渋子っていう、これ絶妙なんです。 NHK ホールまで行くとやっぱね、なんつったらいいんでしょうね、テレビ出てる感が出ちゃうのかな、うんうん、そうですね。いや、こんなにテレビにお世話になってあれなんですけど、うん、でこの渋子っていうのは、このどっちもこっちも片足入ってるんですよね、うん、そのなんかこのまだこのライブシーンというか、そういう、こう、本当に音楽好きな人たちが作ってる丁寧なコミュニティの中に手をこうちゃんと入れてる感じが渋子をして、だけどじゃあそこだけに身を埋めてるかっていうと、そうではなくて、ちゃんとこの開こうと。そうですね、そうですね。何急に熱くなる。でも渋谷のライブハウスで考えると全部わかる。全部わかる。全部わかる。大体どの辺なのっていう。そう。でもそこ、そのライブハウスが、ライブハウスが悪いって言ってんじゃないですよ。ただ、なんかそこだけに身を埋めるのを潔しとするタイプと、そうじゃないっていうタイプがいて、そうです、そうです。そこでまたちょっとこう、なんて言うんでしょう。生きる道がね、変わってくるというか。ドームっていうのはやっぱりね、しょえる魂っていうのがもうね、生まれた時から決まってる人たちだと思いますよ。まあ、ちょっとまた違う次元ですよね、うん、全然違う次元。私すごい覚えてるんですけど、ジュディマリのゆきちゃんが、はい、当時ジュディマリの時に解散で東京ドームやったんですよ。ドームでしたね。で、私その時、はい、もちろん現場スタッフでいた時に、ゆきちゃんがみんなもっと近くに寄ってっていう MC を思わずしたんですよ。で、多分そう、あんだけやってきた人でもあそこに立つと遠く感じるわけじゃないですか。すごい言葉ですね。そう、みんなもっと近くに来てって言って、私結構それでバー泣いてっていうのがあったんですけど、僕そのなんかちょっと話が逸れちゃってますけど、もうこれ思い出話なんで、そのエピックに入った育成になったぐらいの時に勉強のためにって言われて、あの大変ラッキーだったんですけど、ゆきさんのソロの武道館のライブにジョイの頃ですね、あ、もうすごい血湧き肉踊る武道館に連れてっていただいて、まあその当時それこそライブハウスでしかやったことないグループだから、武道館なんてもう夢のまた夢みたいなところで、ゆきさんのライブ見たら、ゆきさんが武道館で私が遠くへ連れてってあげるって一言、そのオープニングでさらっと一言言って、ささやくように言った言葉に1万人がぐわーって熱狂したんですよ。これは魔法だと。でもやっぱそれは何かちょっと品の話に戻すと、それなんかユキさんの欲望とか、ユキさんがどう会いたいかっていうところの次元をちょっと超えてると思うんですよね。で、ユキさんもそのユキさんがいて、そのユキというアーティスト、ジュリマリというアーティストに対して自分がどうあるべきかっていうことを多分とんでもないレベルで考えて出しちゃったと思うんですけど、そこになんか身をちょっと投じる覚悟の違いが、これはまた品から離れて、もうその自分から離れることに対してなんかもう身を投げちゃってるぐらいにならないと、ああはならない気がする、うん、でもさ、その身を投げるっていう行為が、ここはやっぱもう神様の選ぶところだと思うんですけど、吉野出る人と京都出る人がいるわけじゃないですか。で、私は絶対京都出るタイプなんですよ。それはなんとなく分かる。今までレコード会社とか見てきて、はい、あ、なるほどなるほど、ということは私が今日のパフォーだって分かるから、やっぱり渋子速乾を狙う人になりたいんですけど、どっちだと思います、自分は。その自分から乖離していくことっていうところに。僕はね、だから生き物係っていうグループは乖離するべきグループでしたね、うんうん、そうですよね、うん、僕はそうじゃなかったですね。なんかでもそのっていうか、水野さんと多分お話しして、あのこの人アーティストだけどアルチザンだなっていうのがすごいあって、はいはい、いわゆる職人気質っていう、はいはい、職人としてのプライドっていうのがすごくある、はい、で、まあ、吉岡さん完全もうアーティストだし、うん、はい、もうなんていうの、プロフェッショナルアーティストっていう表現者ってことじゃないですか、うん、でもやっぱり表現者だけじゃなくて、そこにアルチザンがあるから、多分生き物係ってすごいこう有機的に回ってくんだなっていうのを、うん、
思ったんですけど、うん、それぞれの持ち場ってあるじゃないですか、はい、で、はい、持ち場から拡張していくことが幸せな人もいれば、うん、それが苦痛になる人もいて、私は後者なんですよね、はい、ただやりたいことは少しずつできるようになりました。それは、チャンスが増えてきたっていうのもあるけど、はい、プラス自分自身にそれを許せるようになってきた、はい、私なんかがって思ったのを許せるようにはなってきたから、うん、それはいいんですけど、そのさっき言った東京ドームっていう人たちはなんかやっぱ違う気がしますね。だからその吉岡とか多分そのジェンスさんもいろんな方に会ってきて分かると思うんですけど、うん、神様から指さされてる人っているじゃないですか、うん、いるのよこれさもうさスピッと話になるからしたくないんだけどさ、でもねいるんだよ神様から指さされてる人いるんだよ僕ね本当あのここ数年すごく思うんですけど、はい、やっぱねあの独立して、はい、いろんな人にこう直に接していただけるようになった時に、はい、吉岡が部屋に入ってきた時の皆さんの表情違うんですよ。あの子はすごい指さされてる、すごい太い指さされてるこれなんか別にかあの嫉妬を隠すわけじゃないんですけど、うん、嫉妬とかじゃなくてやっぱうわすごいなみたいな、わ、うん、かる、めっちゃわかる。でなんかあのともすればわがままになりそうなことも彼女が言うとそうじゃないんですよ、うん、みんなやっぱ協力したくなる、ね、協力したくなるってやっぱ、うん、でそれは少ないないにこうお話しする機会とかを持ったそういうスーパースターの方って、うんうん、みんななんか同じようにそういう部分を持ってて、なんか入ってきた瞬間にみんなスッてなるとか、うん、だけどそれにならなきゃいけない人たちもいるというか、うん、でもそこきつくないですか。私はそれダメなんですよ。でもだんだんなってません今だ、いやでも慣れないです。私はアーターンとしてすごい分かってる、この人はここまでだっていうのはめちゃくちゃ見えてます。どうなのかな、担当としてやっぱりそこに屈託のない愛され力っていうのがないとダメなんですよ。で屈託のない愛され力がついて私物書けなくなるんで。なるほどね。じゃあそこに安心していい、安心していいっていうか、いや僕ね、うん、なんか変な言い方ですけど、はい、これあの読ませていただいた時に、はい、他の本も読ませていただいて、これ読ませていただいた時に、はい、自分がまあその綺麗になりたいという言葉に、うんうん、まあ、すごくシンプルにしてくれてますけど、自分の欲望だったり自分がこう見られたいとか、はい、こうありたいとかっていうことに非常に素直になっていくみたいなお話、はい、すごくざっくりですよ言うと、あ、やっぱそっちになっていくんだなっていうふうに思ったんですよ、うん、何を言いたいかっていうと、やっぱカリスマにはなれないんだっていうふうに自制してた人が、でもやっぱりだんだんとカリスマになっていくことに対して自分でも受け入れていて、ある種の覚悟を持っていって、あの自分を保ちながらそこに歩んでいくんだな、でやっぱ自分もそっちに行くように頑張んなきゃいけないのかなとも思ったんですよ。でも今なんか JS さんがおっしゃったやっぱでそうなっちゃうと私は書けなくなるからって聞いた時に、うん、急にちょっとほっとするってかですよねと思いません、ね、自分のなんて言うんだろう、どこで神様と握手するか悪魔と手をつなぐかっていうところってあると思うんですよ、うん、生きていくところで、はい、で私はやっぱり言うって言われて行った時の伸びしろっていうのが明らかに例えばキウエちゃんとかに比べたらないっていうのは自分ですごい分かる、はい、それはいいとか悪いとかで単純に特性なんですけど、うん、でかつ向こうに行った時に書けなくなって、書くものに説得力がなくなって、ああ神様だと思ったら私悪魔と握手してたってことになるのがもうめちゃ見える。で水野さんも絶対にこっち側だから我々はこっちでいいんです。いや、やりたいことはやったり素直になってた方がいいと思うんだけど、あっちの岸は危ないぞあっちは危険だぞ。だから僕ね、だからそのぐじゅぐじゅしてるんですよね、うんうんうん、そこ で、うん、でそのぐじゅぐじゅが大事なんだということに今すごく思うんですよ。わかるわかる、めっちゃわかる。で今日はそこに励ましをいただいた気がするお前そのぐじゅぐじゅをすっきりさせちゃいかんのだと。いや、いかんでしょう。いかんでしょう。そうで、なんか無理やりつなげてるわけじゃないんですよ。やっぱそのぐじゅぐじゅにをまるでなかったかのようにするのは品がないと思う。そうなの、そうなの、やっぱりだからぐじゅぐじゅし続けてないとダメなんですよ、うん、そこはすごいあると思います。そこのセットじゃないとやっぱり、はい、物語に奥行きがなくなるから。あ、うん、なんで社会に興味を持てるんですか。社会からはみ出たから、出たからです。生まれた時から最大公約数っていうものが一回も自分にカチッとはまったことないんですよ。だんだん最大公約数がだって言われるようになってません。
それがすごくね、この間ね、切ないなっていうのがありましたね。よくわからない踊り場に私はずっといると思います。3階と4階の間にずっといるっていう。